６レース、L ルガールズ決勝戦スタートです。スタート十四本、六番の逸見だなお前を取ります。三番長沢や追って二番手の位置へ。一番飯田風ざね。五番長塚優子も位置を上げていきまして、今三番手外。さらに前を伺うか。中段以降は、二番の吉岡志織五番手。四番地元高尾きみか。そして七番の川島桃香です。長塚、三番手に収まりました。 6番、3番、5番、1番、2番、4番、7番のポジショニング前を取ったのが6番の見田直くって逃げての2着、2着みずからの X では開催終了後は名字になぞらえて今回ですと二次だ二次だという形になるんでしょうかさあ最終日、一味だになるかどうか初 V をかけての戦いです。3番長沢 5番の長塚、連日あと一歩ですがポジショニングはたけている印象です。4番手1番の飯田ざね初日は好位から昨日は後方から一気の仕掛け連勝今年初部位完全部位で飾るか同様にこちらは連続部位を飾るかというのが2番の吉岡勝利まずはこの2人道中4番手に飯田5番手に吉岡その後ろに連日奮闘4番の地元高尾君か地元での初勝利そして半年ぶりの優勝なるか。 残り2周、最後尾も川島も佳、今日はどの位置からレースを仕掛けていくでしょうか赤番では展開変わらず、ジャンマイ1センターから2コーナーへ差し掛かっていきますが、まだ縦1列崩れません、特に飯田、吉岡というところはまだ4番手、5番手の位置、金が入って残り600メートル、誘導堆肥、泉田が風を受けながらペースはまだ上げずに様子を伺っています。 飯田は後ろの様子を警戒していますがまだ中断以降から動く選手はいません。 そしていつみ田もようやくホームスキー1コーナーからペースを上げようというところそして3番手、高位置から長塚が上がっていきますそして3番の長澤もこれをけん制しようというところバックに入ってようやくまずは吉岡が仕掛けていくこれを察知して飯田この列車がまくっていくバックから3コーナーです6番、墨田5番、長塚この後ろ1番の飯田そしていいところにいるのが4番、高尾だ。今日も伸びるか4コーナーから直線先頭1番の飯田そして4番、高尾差を詰めるが飯田です。1番4番5番 第6レースエルギューガールズ決勝戦今年初 V 完全 V 終始、吉岡の動きを警戒しながらバックで動いたところ合わせて仕掛けまくり切って今年初 V 完全 V そしてこの後ろへうまくつけたのが4番の高尾君かしかしここは前線の2着そして5番の長塚これが3番手の入線。